こちら新千歳空港の電光掲示板になります。到着便の欠航の文字がずらりと並んでいます。今日新千歳空港では国内線発着便合わせて75便が欠航となりました。その影響もあって今日午後から取材を進めていますが、ほとんどですねガランとした、人が少ないようなそんな印象を感じます。また利用客の皆さん、JR 使われる方多いと思うんですけれども、先ほど VTR にありました通り、最終列車の繰り上げが、電光掲示板によってアナウンスされています。この後午後7時42分の、24分発、札幌方面行きの快速エアポートをですね最終列車としています。ただですねこの新千歳空港へ、午後8時以降も到着する便というのは10便ほどあります。この後空港に到着されて移動される方には大きな影響が出そうです。ただですね札幌市内とこの新千歳空港をつなぐ連絡バスはですね午後10時55分まで運行されます。ただですねこの後混雑も予想されるため増便を検討しているということです。